はいどうもメダカキーです本日はメダカツを休むとメダカの飼育の大切さが分かるよと言った動画でございます。はい先日からですねもうメダカツガシガシやってるわけですよ。まあ、メダカのね普通のお世話餌あげて選別して、はい、水変えてみたいなことは毎週普通に まあやります。やれてますね。はい。それ以外にも、まあ飼育スペースの新しい確保ということでですね、ウッドデッキを修復してみたり、はい。あとはね、もうボコボコ壊れちゃってるっていうか、ひびが入りまくってる、はい。池を直そうと。まあ直すのに取り掛かったといった感じですかね、スタートラインに立ったといった感じでですね、 はい、土曜日もですね、結構ね、朝から頑張ってやったんですよ、はい。まあ暑いですからね、最近ね。まあ、1日メダカつした後にですね、佐賀でお祭りがあったんですよ。栄の国祭りって言って、多分佐賀では一番大きいのかな。まあ、佐賀市内では一番大きいお祭りです。花火も上がるような。 佐賀、ね、って人いないのにねその日はね佐賀市の、まあ、中央商店街っていうんですかメインストリートが歩行者天国になるっていうようなね <laughs> 感じなんですけど、まあ、夜行ったんですよで暑いは暑いですけどいつもね外でわりかし仕事してるんでそうでもないだろうと思ったんですけど まあ子供とかね、妻はね、もう暑いって言ってましたけど、まあまあ元気に帰ってきましたよ。で、元気に帰ってきて、元気に帰ってくるちょっと前に、この前動画に出ていただいたはい村上さん、バスプロのはい村上さんがですね、泊まりに来ていいかいということでね、泊まりに来られました。で、村上さんとちょっと話して、寝て。 え次の日の朝がですね、なんか地区の、なんだっけ、ラジオ体操うちの地区の、いつも子どもたちがやってるラジオ体操じゃなくて、全体のラジオ体操みたいなのがあったので、それに行ったんですよ、朝。で、その後ね、家帰ってきて、ちょっとメダカの世話しようと思って、空調服着ればよかったんですけど、なんかね、うちのメダカの、 主,の主なメインスペースは飼育スペースは川の横だって言ったじゃないですか結構いい風が入ってきててまあ時間もね6時7時前か7時前ぐらいからだったんで割とできるなと思っていつもだったら空調服着るけど着なかったんですよねはいで着ないでやってたら 気に行くのめんどくさいんで、そのままやってたら、まあ、日が高くなってくれるわけですよ。で、結構ね、えー、中途半端な大きさだったメダカを、こう、容器を大きくしたり、分けたりして,てしてたら、意外や意外ね、結構時間かかっちゃいまして、いつもよりはやっぱり暑いって感じたわけですよ。暑いって感じてるってことは、熱中症までいかないけど、今日はあんまりよくないなっていう感じでね。 で、まあ、やめて、昼前です。全然前。10時ぐらいにやめました、今日。やめて、そこまでね、だるいっていう感じではないんですけど、まあ、このままやったら倒れるまではいかないですね。全然そこまでないです。全然そこまでないんですけど、まあ、一回ね、クーラーが入ったお部屋に行ったらですね、はい。 まあ、あんま外出たくないなあっていう感じで。まあ、息子は夏休みの宿題をしてるみたいな感じでね。僕もこの前ね、子供たちと遊びに行った時に動画撮ったので、それをね、編集しようかなと思って、たまにはメダカ以外も編集しようみたいな感じでね、編集してたんですよ。で、編集が終わったら昼からね、またメダカつしようと思ったんですけど、 まあ後輩から連絡がありましてその後輩からもうだいぶ久々かかってきましたけどねそしたら僕の同級生で何年来の付き合いだ1819からの付き合いでまあ他の趣味の付き合いなんですけどここ2年ぐらいはね会ってなかったんですよ に就職してるんでで後輩の話ではふ月き前に「亡くなりました」という連絡が来まして嘘だろうと思ってまあ僕42なんでまあね亡くなった彼も42歳っすよもう。 ちょっと何も手つかなかったですねだからその後はそんなことあると思ってまあだから40代ってまだ若いつもりでいましたけど早すぎるだろうと思いましたけどねまあ亡くなった彼は結婚はしてなかったんですよでまあ僕が結婚する時ぐらいについに楽器も結婚かと ね、これでお前も何て言うのかな、あのー、<laughs> あ家族のために生きないといけないから今までみたいにね自由に生きれないからストレスが溜まって大変だろうみたいなことを言ってて「うるせえよ」って「お前も早く結婚しろよ」みたいなこと言ってたんですよ。俺は結婚しないで好きなねアニメのことをやってた方がね あそっちが幸せだとか言ってましたけどまあ佐賀に住んでないのは就職のためっていうのもあるけど関東方面に就職してるんで東京に住みたくないけど東京に行きやすいからアニメ関係のイベントに行きやすいんだよってだからこっちの方がね、あのー、都合がいいとでまあ年に23回帰ってくるという感じでね ちょっとコロナでね、会えなかったりしたんですけど、まあ連絡はちょこちょこ取ってたんですけど、で、ここ、ここ1年ぐらいは連絡は取ってなかったのかな。ただなんか SNS なんかでね、あの、日頃の様子をね、投稿してくれてたんで、元気なんだろうなと思ってたんですよ。相変わらず、タバコ吸って、酒飲んで、塩辛いもの食ってみたいな感じで、相変わらずだなみたいな。 ね、だから定年になったらお互いね酒でも飲もうみたいなその時カッキーはねもう子供たちにガンガンお金使ってっからもうお金持ってないだろうから俺はずっと独身貴族だから俺がおごってやるよみたいなねことを言ってたんですけどそれできないじゃんと思ってね。 まあ、無性に、ねえ、本当十18、19からの付き合いで、もう一人いたんですけど、そのもう一人もねえ、早かったんですよ。7年ぐらい前に亡くなって、仲良かった3人でですね、僕だけ、僕だけ生き残りましたね。うーん、2人とも言ってましたね、カッキーは、 好きなことをずっとできてていいよね、みたいな。変わんないよね、みたいなことを言われて、はい。ふとね、そういうのをね、思い出しました。ちょっと何もね、手つかなかったんですけど、動画もね、だから、編集してたやつをもう、ああ、これもう今日いいや、みたいになってたんですけど、ね、動画、 出すのやめようかなと思ったんですけど、うん、毎日投稿するって決めてますからね <laughs>、やらないとなと思って、改めてね、なんかこう、メダカできるっていいよなって、気紛れるよなと思いながら、メダカやって やってなくても、まあメダカのことを考えてたら気紛れるじゃないですか。アクアリウムのことを考えてたら気紛れるんですよね。だから、本当にね、まあ寂しいは寂しいっすね。お互いずっと元気でいるんだろうなあと思ったんですけど。ね先週、健康診断だったんですけど、特に何も言われてませんけどね。 彼もね、急に亡くなったんで、一瞬ね、急だったんで、自ら命をと思ったけど、そういうわけではなく、急に、急にですね、うーん、まあ病気で、だったんですけどね、そうなんだと思ってね、ちょっとね、寂しいっすね、寂しい、うん、まあ寂しいけど、 まあ僕にはメダカがいるみたいな <laughs>。あと皆さんがいるみたいな感じでね。なんかこう、本当にね、メダカの趣味があってありがたいなと思いながらね、それをね、噛みしめてる感じですよ。本当何もする気が起きなくなりましたもんね。本当やる気がなくなって。うーん ねえ皆さんもね多分身近な方が亡くなったりすると本当にね喪失感なんかがすごいと思うんですけどまあ時間がもちろん解決はしてくれるんでしょうけどまあその間にもね何か気が紛れるようなことがねまあそれが僕らにはメダカだっていう感じだと思うんですけど。 今日はね、うん、体がだるくなったから、あやっぱ熱中症かと思ったら、そういうわけではなくですね、ただただの喪失感なんだろうな、みたいな感じで。まあでも寝て、冷めたらね、普通に仕事に行って帰ってきて、魚見たらまたやる気が出るんだろうな、と思いながらですね。はい、今日はまあ、 まあただのぐちぐちぐちを言った感じですけどはいという動画でしたはいまあメダカメダカツ離れてもですねもう何もやる気が <laughs> 起きなくなってこう半日ぼーっとしてましたけど意外とですねうんああ明日からまたメダカやりたいなみたいな なんとなくね、動画で喋るかって思ったらね、なんとなくまた明日からやれそうな気がするといった感じです。はい。今日はこれぐらいで。それではメダカッキーでした。ちょっとね、重い話になりましたけど、皆さんもね、今週暑いですけど、乗り切りましょう。メダカッキーでした。バイバーイ